ご視聴いただきありがとうございます。今回は、宮城でおすすめの塩ラーメン、6店舗を紹介したいと思います。よろしければ、ご覧くださいませ。まずは、麺匠独眼流でございます。塩だれが塩と昆布のみ、沖縄産ぬちますクリスマス島の塩文字用に昆布のみの塩だれ、だしはですね、比内地鶏と青森昭和ロックの鶏 100% だし、つまりは鶏だし塩昆布のみの超引き算の塩ラーメンでございます。地鶏の深い旨味をダイレクトに味わえる極上の一杯であります。はい、そして、石臼玄麦自家製ラーメン丸釜でございます。月1程度に、更新される、アニマルオフ、魚介塩ラーメンが超おすすめです。イサキ、塩ラーメンでございます。こちらは7月から8月半ばにかけて提供されておりましたアニマルオフの魚介塩ラーメンであります。超希少なイサキ煮干しを使用したアニマルオフ魚介塩、塩だれは塩昆布白醤油、そして香味油の、極上の一杯でございます。イサキ煮干し独特の上品な甘みが広がるクリアなスープ、アニマルオフにもかかわらずコクもしっかりあります。そして8月下旬から今もおそらく提供されております、カマス煮干しとあごだしの塩ラーメンであります。だしは北陸産カマス煮干しとトビウオ煮干しを中心に、タイ煮干し、サバ節、サンマ節を合わせたアニマルオフ魚介塩スープ、塩だれは塩昆布白醤油の、そして香味油の極上の一杯であります。アニマルオフ魚介塩の一杯が極めておすすめのお店であります。はい、そして、ラーメン居酒屋あんずであります。はい、この時いただきましたのは冷やしラーメンの塩であります。そして、特徴的なのがやはりサラダ冷やしとも言えるぐらい具沢山、ベビーリーフミニトマト、エビの揚げ物ライム、ハゼの天ぷら、白髪ネギ、糸唐辛子、そして上にブラックペッパーが振りかけられております。そしてさらに特徴的なのが無花鳥で、動物系を使用しない、アニマルオフ魚介塩スープというところですね。アニマルオフの魚介だしは白口煮干し、エソ煮干し、そしてサバ節、昆布、そこに塩だれを合わせ、節系などを使った香味油が、最後に仕上げ油として、合わせられているようであります。そしてこちらは切り場24番手の全粒粉入り低下水麺のようであります。アニマルオフで無花鳥、非常にすっきりとした飲み口ながら、コクもしっかりある、魚介のうまみ広がるスープであります。ハゼの天ぷら、こういった具材群も非常に珍しく特徴的でありますね。そしてスープと麺がですね、バッチリベストマッチしております。はい、それでは麺ハウス木漏れ日であります。こちらのお店の塩ラーメンは非常に美味しいです。ノスタルジックでありながら熟練の腕で、新しい感じも感じる、塩ラーメンであります。そしてこちらの背脂塩そばも非常におすすめでございます。塩だれも塩と砂糖のみという超シンプル、宮城では珍しい豚チンタンの塩ラーメン、めちゃくちゃ美味しい一杯であります。そして5店舗目は麺屋丸宮でございます。はい、メニューは醤油ラーメン、塩ラーメン、つけ麺、夜限定、背脂シルク中華、そして塩だれは沖縄のうちマースと沖縄の天日塩、島マースに数種の貝、
そして出汁は鶏 100% 出汁、国産の鶏ブロイラーの丸鶏、鶏ガラ、胸肉、手羽先、もみじ、を合わせた鶏 100% 出汁に塩だれという非常にシンプルな一杯であります。飾らないプレーンな味わいながら徐々に徐々に芳醇さが増していく無花鳥引き算、鶏塩ラーメンで極上です。そして最後は東松島市にあります品そば屋であります。こちらの塩ラーメンは個人的に宮城で一番美味しいと感じております。はい、それでは、塩ラーメンでございます。山水地鶏と小笠原の塩を中心に、豚骨、超多数魚介、さらに香味野菜、などを合わせた足し算の先にある複数食材が織りなすバランス系塩の旨味派が起きる極上の塩ラーメンであります。そして麺とスープの一体感が半端じゃないですね。ちなみに麺は自家製麺です。個人的に、宮城でおすすめの塩6店舗を紹介させていただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。